のぼりさん駐車場、ほらこういう感じ。もう結構夜来るといっぱいになってて大変なんですけど、なんかあそこ展望台とかある。はい、どうもバモログフィールドチャンネルのバモくんです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日はですね、中央道を今走ってます。下りです。今ね、貝駒ヶ岳とか八ヶ岳がね、ちょっと全部見えないんだけどね、すごい美しい今道を走ってますけれども、これからですね、中央道の双葉サービスエリア下りをですね、車中泊できるかレビューしてみたいと思います。これはですね、大きい車でも車中泊を快適にできるかという着眼点でですね、レビューをしたいと思いますので、ぜひ、大型車とか、キャンピングトレーラーとか、大きいキャンピングカーの方でもですね、参考になるような感じで作りますので、ご覧いただきたいと思います。はいはい今ね、子供たちと一緒に、ドライブしてるんですけど、で、普通のね、もちろん普通枠の方もレビューするのでですね、普通のキャンピングカー、普通枠に泊まれるキャンピングカーの方もですね、参考になると思います。ぜひご覧ください。あと何キロだ、あと 9.6 キロですね。また近づいたら、ビデオを回します。いや、山綺麗だな、山綺麗でしょ。さあ、双葉パーキングエリアの看板見えてきました。ここはガソリンスタンドもあって、レストランもあると、あと ETC の出口もあるので、この辺ね、来た方はご利用するといいかもしれません、ということで、あと1キロ。ここはですね、これ今見えるかな、鉄塔があるんですけど、あれね、テレビのアンテナなんですよ、テレビの。なのでテレビ映りめっちゃいいです、車中泊される方ただ山梨なんでね、チャンネル数少ないんですけど、テレビ映りは心配ありません、ということで先に言っときましょう。はい、双葉パーキングエリアじゃない、サービスエリア到着。ここはですね、左側が大型エリア、右側が普通エリアというふうに分かれててですね、ちょっと入って行った時に分かりにくい面があるんですけど、大型の人は、左の方だなって思って入るといいです。ご飯食べるところはね、売店が上りも下りもね、両方行けるようになってるんで、ちょっと階段がきついんですけどね、上りも下りも両方行けるんで、それぞれ違ったね、ご飯が楽しめます。よし、到着。これ分かりにくいんだけど、一番手前が大型ね、だからトレーラー引っ張ってる時は大型、この真ん中に入るのがいいと、普通車の方はね。こんな感じになってます少ない、ガソリンまだあるから大丈夫。少ない、大丈夫よ。少ない、はい、到着。双葉パーキングエリアじゃない、サービスエリア。少なかった、ガソリン、ガソリンあるよ。さあ降りて行ってみよう。よいしょ。ね、あっちから入ってきて、一番手前に入ると大型良くて、で、大型エリアはちょっとね、止めにくいんですよ、ここ。よいしょ、ちょっと行ってみるか。こんな感じになってて、一番奥がトレーラーね。で、ここね、結構夜来るといっぱいになってて大変なんですけど、で、傾斜もね、ちょっとね、こっち側、今私が立ってる側にね、傾斜してますが、ほぼ水平なんで、そこはまあそんな気にしなくてもいいかもしれません。こんな感じで大型エリアでもたくさんあるので、手前の栄側パーキングエリアのがおすすめなんだけど、そこが使えなかったらこっち来た方がいいということになります。で、普通車エリアはこうたくさんあるんですが、で、ね、全体的に傾斜、ちょっと水平度を測ってみましょう。ほら、こういう感じ、入り口の方に下ってる。で、前後はほぼ水平ですね。だから入り口の方に下ってるんですね。うん。です。ちょっと斜め。
なんかあそこ展望台とかあるんだよね。でこっちから行くと、まあね、あのサービスエリアにしてはそんなに広くないですね。お、水道とかもある。これペットの足とか洗うとこだね。で向こうが富士山見えます。でこの裏手が、上りのサービスエリアになってて、階段でね降りれるんですよ。だから下りのサービスエリアで美味しそうなもんがなかったら上りの方に行くのもいいかもしれない。よいしょ。あそこね、あそこ階段があって上り下りできる。こっちが下りの、あ、上りのサービスエリアです。うん、こんな感じ。はい、ということで、中央道の双葉サービスエリア下りをレビューしました。下りです。ここはね、ちょっと普通車ゾーンの傾斜がありますということで、できれば、この手前の、栄川パーキングエリアで車中泊をした方がいいんですが、もし車がいっぱいだった場合はここも候補に入れてもいいかなというふうに思います。ここね、トイレに、歯磨き専用のね蛇口があったりとかして、結構ね車中泊しやすいんじゃないかなと思いますので、まあ仮眠という感じですけれども、で展望台からね富士山も見えたりとかですね、車中泊とか仮眠じゃなくても立ち寄るのがいいと思います。ここは ETC の出口ね。でガソリンは、高速道路に乗りながら入れるというような感じなんで、こういう風に出口の方に行くと給油ができると、本線に行く方ね、そう給油ができるような感じです。ガソリンね。やめて。ここですか、ガソリンスタンド。ここ休憩した後にね入れるような感じですね。はい、ということで、今日は双葉サービスエリアをレビューしました。車中泊ねしやすいかというと、判定はちょっと難しいんですけど、まあしやすいということになります。夜ね売店とかがもうずっとやってるんで、ご飯夜中ついても食べれるっていうのはいいかもしれないんですが、まあおすすめは手前の、動画も作ってありますけれども、栄川サービスエリアがおすすめです。あのローソンじゃないファミリーマートもあるのでね、コンビニがあるのでおすすめですので、そちらの動画も、見ていなかったらご覧ください。はい、それではですね、またこういった感じで、サービスエリア、パーキングエリアの車中泊しやすいかとか道の駅とかね、そういったレビュー動画も上げていきますので、キャンピングトレーラーの動画に、動画と合わせてですね、引き続きご覧いただければと思います。それではチャンネル登録もしねしなかったらチャンネル登録をして次の動画をお待ちいただければ嬉しいです。ではまた、バイバイ。